オルマンのシーバス塾、職業釣り師のオルマンマサヤです。今回のシーバス塾はレンジ別おすすめルアーを紹介します。まずね、このレンジのね、基本的な考え方なんですけど、日が低ければレンジは高く、まあ要は浅いってことですね。日が高ければルアーのレンジは低く、まあ要は深くなるということを覚えておくといいと思います。濁ればレンジは当然高くなり、要は浅くなります。クリアな状況、水質が綺麗だなーって時はルアーもね、よく見えるってことは魚もよく見えてるので、当然ルアーもレンジは低くなり、要は深い場所を狙うようになります。そこは、ちゃんと覚えておけば、よりレンジ別攻略ができると思います。でいきます。まず、表層スメルアーなんですけど、まずこれですね、トップウォーターのトリックアッパーであったり、飛距離小型ベイトにも対応できる飛距離ぶっ飛ぶ、スイッチヒッター 76DH で、あとですね、これですね、ザムスリークで、特にこのザムスリークトレブルフックをねつけるとね、超過が起きてしまうので、岡軸アシストすごいすごいのは、だいたい釣れるとき4つかかってます。これもめっちゃ飛ぶルアーなので、バラしたくないのと泳ぎをね変えたくないというのもあって、より泳ぐように僕アシストフックを装着しております。ただカタクチイワシだったらね、こういう問題なくスイッチした 76DH のこういうちっちゃい新編でぶっ飛ぶものでいいんですけど、例えばこうシラスであったりサヨリ系の細いもの食ってて、しかも泳ぎすぎても食わないので、ザムスリリク、このこれがサヨリ食ってるやつがかなり効きます。サヨリがメインベイトになってるエリア、もうほんとザムスリリックでね、超過が出てるので、ちょっとデーゲームでサヨリパターンつかめないなって方にはおすすめなのでね、もしベイトがサヨリだったらザムスリリックを使い、でカタクチイワシだったら 76DH を使い、でちょっとベタナギだったら、まあどんなベイトにも対応できるトリックアッパーのね、このラトルオンも使って誘うといきます。次に中層ですね、中層のおすすめルアーを紹介します。モアザンのセットアッパー 125SDR、 あともしくはこっちね 110SDR で、もしくは 97SDR、 僕稲子の時はねこっちの 97SDR を使うことが多いんですけど、110はその間なので、まあ大体何でもいけるかなと、まあベイトサイズで使い分けていただければいいかなと思います。セットアッパー SDR シリーズの特徴なんです。もうこれも誰がやっても中層を探れる、しかもただ巻きでいい、ただ巻いてるだけでこうやってルアーが血取ってしまうの で、あとまあセットアッパーのね難点があるとすれば、シーバスを狙っている時に特に秋はベイトも多いので、青物率であったりヒラメがかかってしまうので、ワームメインの方だったら普通のねプレミアマックス3号とか問題ないんですけど、青物がかかるエリアであればプレミアマックス5号以上のリーダーでやると言います。まああまりも根ズレが激しいところだと僕8号まで使うので、プレミアマックスの5号を使っとけば問題なくいいかなと思います。こうミノー系で釣れなかった、そんな時に僕が使うのはこれですね、ミドルアップ3.5 インチです。カタクチイワシにくっついたシーバス結構変色します。あんま泳いでも食わないので、本当に水が毒リア、そんな状況の中層の切り札なのが、ミドルアッパー 3.5 と32ヘッドの組み合わせですね。結構ジグヘッド売れ切れて買えないので、久々に復活したね32ヘッド、これとねミドルアッパー非常に相性がいいので、ウェイトもですね 3.5g から10g あるので、その人ぐらいもう皆さんがやっている中層エリア簡単に探れるので、ミドルアッパーと32ヘッドの組み合わせ試してみてください。もう使い方はですね、着水してカウントダウン5、1、2、3、4、5から巻く、もしくはカウント10ぐらいですね、10まで進めて巻いてくる、そうすれば簡単、もしくはもう手っ取り早くちょっと時間かかりますけど、1回このミドルアッパーをボトムまで沈めて1秒1回転で巻いてくる。ジグヘッドリーを食ってくるやつ、結構早巻きだと見切るやつ、逆に食わなかったりする。もう昼間でもワーム使うときは1秒1回転をベースに、2秒にハンドル1回転、もしくは早くても1秒2回転のスピードでやっております。ただねボイルとかしてたときはバーッと早く巻きますけど、ノーボイルであって水がクリアなときは1秒に2回転、もしくは1秒2回転のタナ巻きで探ってくればいいかなと思ってます。実際これアピールはそんなにないので、僕はワームでのねリフトアンドロールはそんなにしないです。もしワームのリフトアンドロールしてしまうとですね、マゴチであったりヒラメが釣れてたりするんですよね。そういうのもあるので根魚系回避したいので、ワーム使うときはリフトアンドロールすることはないです。で次に大場所オープンエリアすごいなと僕思ってるのはね、ジップベイさんのザブラバイブ80、これはね特に濁りがあるときに強い、やっぱ魚すごい寄せるんでしょうね。濁りが強いとこではザブラバイブ80を使うことが多いです。鉄板とは違うので擦れる感じも違うんですよね。中層を探るときはザブラバイブ80を使っております。カウント5秒、もしくはカウント10秒ぐらい沈めてから巻いてくる、まあバイブレーションなので、ハンドル1秒に2回転、もしくは1秒に
ハンドル3回転のちょっとやや早めのもの、もしくは一度そこまで沈めてからのハンドル1秒2回転、1秒に3回転ぐらいのちょっと早めのリトリーブスピードを探ることです。ただね、バイブレーションなので中層でカウント10まで沈めてから巻いてきて、5メーター巻いたらまたカウント3秒ぐらい沈めてから巻くみたいな感じで、中層を縦の変化、リフトハンドオール入れる感じでやると結構このザブラバイブ、不思議と中層攻略ではすごいキーになるバイブレーションなので、使ったことない方、ザブラバイブすごいポテンシャルがあるので試すといいと思います。中層がね一番難しいのでね、まず基本はバイブレーションからやってみた方がいいと思います。着水からカウントダウンし、一定のスピードで巻くことより全てのレンジをカバーすることができます。ウェイトの重さによりホールスピードが違うため、何秒でどれくらい沈むか、リトリーブスピードの調整で浮き沈みもしない速度を把握する必要があります。中層で、ね、探っていれば釣れるタイミングをルアーが勝手に合わせることができるのがバイブレーションの強みです。初心者の方はまずバイブレーションから中層攻略を行ってみてください。はい、次ね、ボトムにおすすめのルアーになります。ベイトが大きければこれですね、アイアンマービー109、ちょっと片口イワシ多いなって時はアイアンマービー75、もしくはシリコンブレードを搭載したバクリースピン30。ベースとしてはですね、シルバーブレードとゴールドブレードがあればいいかなと感じです。で、片口バシにも強い、クリアな状況で強いストライクヘッドのね、24g を使っとけば問題ないかなと思います。使い方はもう当然1回ボトムまで沈めて、鉄板バイブはね若干早く巻いた方がいいので、1秒に2回転もしくは1秒に3回転、これも若干早めです。バイブレーションジグヘッド系はゆっくり巻いても強いので、僕は1秒に1回転もしくは1秒2回転と鉄板バイブよりやや遅いリトリーブスピードで巻いております。バクリースピンは、ただ巻きでも釣れるんですけど、縦の変化入れたいですよね。ボトム付近で着底して5メーター巻いたらまた5メーターそこまで沈める、ボトムでのリフト&ホールをバクリースピンでやってます。常にちょっと根掛かりも増えてしまうんですけど、常にそこを取る意識を持ってリトリーブするといいと思います。概要欄に今回紹介したルアーを載せていますのでチェックしてください。そしてシーバス大学では難しい中層攻略を簡単に行うためのワンモアレンジチューニングを公開しています。中層攻略をできればキャッチできる魚は確実に増えると思います。気になった方は概要欄かここをクリックしてください。チャンネル登録もお願いします。おすすめルアーの発売情報や新作動画をお届けします。